ということで、ランタナチャンネルのタナです。皆さんお分かりいただけましたか。ぶっちゃけね、骨盤のコントロールと腹圧のコントロールだけでですね、まあぶっちゃけ痩せてるよりも太ってるよりも見せれるわけですよ。体は普段こんな感じなんですけど、これだけお腹出せるんですね。これ腹圧のコントロールでやってるんですけど、こんな感じです。これ骨盤のコントロールと腹圧だけでコントロールするとこんな感じになるんですけど、普段からですね、太らないようにするためっていう一つの意識としてやってるのがですね、腹圧をかけてインナーの強化を常に意識して、立ったり座ったりをしています。なのでこうやって腹圧の抜けたこの感覚で普段から過ごしている人って腹筋がやっぱり緩くて腹圧がかけれないから常にですね、お腹が前に出ていて、胸よりも僕のボディラインでもこれだけ意識しなければ胸よりもお腹の位置が前に出ちゃうんですよ。でこんなに緩み切った腹筋を常に何の刺激もなく維持してると単純にお腹出ちゃうわけですよ。だから皆さんですね、お腹を息を吸って吐いて腹圧をかけて背中にお腹を押し付けるようなですね、腹筋の意識を保ってですね、普段の私生活するだけでぶっちゃけお腹は痩せます。腹筋なんてやる必要が全くないわけなんですね。なのでぜひですね、実践してみていただければなというふうに思うんですが、なんでこんなことしてるかっていうと、僕ですね、ダイエット企画やりたいなというふうに思います。毎回ダイエットするんかいみたいな感じの方もいると思うんですけど、ダイエット必要なんですよ。僕ですね、さっき計測器で測ったですね、僕の体重は 61.3 で、体脂肪率は 8.3 ということですね。10% 切ってるからで、ダイエットっていうのは何なんだっていう話なんですけど、でもね、ダイエット企画ってちょっと YouTuber っぽいじゃないですか。ダイエットいらないやんけって思うかもしれないですけど、皆さんですね、アスリートをやってる経験がある方なんかはわかると思うんですけど、やっぱりですね、まあレースのピーキングの前になってくると、やっぱり体重ちょっと減らしたいっていう気持ちが、やっぱり強く芽生えてきます。僕もですね、8月12日にですね、ダナン国際マラソンでベトナムに行くわけなんですが、それに向けてですね、ダイエットしなきゃいけないわけですよ。1キロでも当然軽い方が体にかかる負担が減るし、パフォーマンスを長くキープできるんですよ。なんでそうなったかっていうと、走り込みができてないんですね。体がちょっと心配なんですね。今の状況だと長くフルマラソン の距離に耐えれるかどうかっていうのが正直怪しいです。で、体のコストパフォーマンスを良くするためにも、ダイエットをすることによってパフォーマンスを良くするっていうのをちょっと狙ってるわけなんですね。で、そのじゃあダイエットをする、幅っていうのはどのぐらいなんですかっていうとですね、1キロだけですすいません、1キロぐらいなんですよ。はい、皆さん、ということでございます。私がですね、1キロのダイエットにチャレンジをさせていただきたいと思います。チャレンジっていうのかというような感じはすると思うんですけど、そのインパクトの問題よりかは、その、どのように体を作ってどのように脂肪を削り、どのように過ごしたかっていうところにフォーカスをしてですね、皆さんにお届けしたいなというふうに思います。僕はですね、どんなに頑張っても56キロ以下になることはほぼないでしょう。筋肉も削らないといけませんしね、ほぼていうかもう 100% ないですね。だから僕の多分こうパフォーマンスベストで言うとですね、58キロ台まで突入すると完璧なんですけど、筋肉量がやや増えてきてることを考慮すると60キロ切ってれば十分だというふうな仮定を立ててですね、皆さんにですね、そこを一つ目標にして、10日間、チャレンジを、していきたいなというふうに思ってますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。ぜひですね、なんかこう試してほしいこととかもしあればコメントにいただければですね、動画に反映することもあるでしょうということで、よろしくお願いします。明日はですね、スポルテックに行ってくるので、またその、ダイエットにねですね、役立つようなものとかもしあればですね、ちょっとこうレビューのために、撮影をできればですけどね、していきたいなというふうに思ってますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。タナでした。皆さんも頑張ってダイエットしようぜ。よろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。みんな熱かしていこうぜ。いくぞ。